モデルプレスイコール2024年5月22日、韓国発グローバルグループテンペスト、テンペストの日本デビューを記念したソロインタビュー連載。Vol.6 にはハンビン、ハンビンが登場。写真、ステージ上で日本デビュー発表をサプライズ発表したテンペスト、テンペストが日本デビュー u f a エンターテインメントからデビューしたボーイズグループテンペスト。 2022年のデビュー後に数々の新人賞を受賞し、2023年9月に韓国でリリースした、ブルームブルームでは音楽番組で2冠を獲得した。そして2024年4月10日、ジャパンデビューミニアルバム、バン。で日本デビュー、同月には東京大阪でショーケースも開催した。半便、日本ショーケースは、とても感動的、改めて日本デビューおめでとうございます。 ハンビン、ありがとうございます。東京、大阪でデビューショーケースも行われましたが、ファンの皆さんの反応を直接感じていかがでしたかハンビン、とても感動的でした。舞台の上からファンの方々が名前のボードや、デビューおめでとう、と書かれたボードを持ってくれているのが見えましたし、一人一人の顔をたくさん見ることができて嬉しかったことを覚えています。 今まで来てくださっていたファンの方たちがデビューを応援してくださっているのも感じられて本当に嬉しかったです。バッテストビヘイビア、バン、のメガボルトもワイルドな雰囲気が出ていて素敵でした。撮影時に印象的だったエピソードをお聞かせください。半ン,ン、初めて日本で撮ったミュージックビデオなのですごく不思議な感じだったんですけど。 スタッフの方々がすごく親切に説明をしてくれたので、すごく楽しく撮影ができました。ハンビン、ヒョンソプラのアドバイス受け日本語歌唱、レコーディングで苦労したポイントはありますかハンビン、発音が難しかったんですが、日本語が上手なヒョンソプや、日本のディレクターの方にコツをいっぱい教えていただいて、うまく歌うことができました。今回の日本デビューアルバムに収録されている曲以外で、 最近新たにテンペストさんを知った方におすすめしたい一曲を教えてください。ハンビン・ヤングワイルドはすごく爽やかですが、力強い部分もあって、その両方が込められている曲なので、すごくテンペストらしいと思っています。そういった新しいジャンルを感じてもらえる一曲です。ハンビン、日本ファンへの印象は、嵐カバー裏話もショーケースに加え、 去年の夏には日本でも単独ライブを実施されていましたが、どうでしたか半便、実際にステージに立ってみると、拍手だけではなく、思っていたよりもすごく歓声があって嬉しかったです。単独ライブでは日本アーティストのカバーも大きな歓声が上がっていました。特にダンスまで披露された嵐さんのラブソースウィート、ハピネスがすごく印象的でしたが、どのような流れで披露することになったのでしょうか 半便、前々から日本のステージで日本の曲を披露したいと思っていました。YouTube で色々と調べているうちに、嵐というグループ名がテンペスト、意味嵐と結びつく部分があると感じたんです。それをきっかけに嵐さんを見始めて、今回カバーすることになりました。それに、ヒョンソクやダンスの振り付けの先生の方もすごくおすすめしていたんです。テンペストとイメージが合う曲だね。 と言っていただいたので、この曲を選びました。ハンビンがカバーしたい日本語楽曲は、今後カバーしてみたい日本の楽曲や、よく聴いている日本アーティストの楽曲はありますかハンビン自身のスマートフォンから探しつつ、青葉一子さんのスペースオーファンズです。今日の朝も聴いていました。メロディーがすごく大好きで、日本の風景を見ながらゆっくりと楽しめる曲なんです。 一人で宿舎を掃除しながらよく聞いては癒されています。これからの日本の活動で挑戦したいことを教えてください。半便音楽番組など、いろいろな日本の番組にも出てみたいですし、YouTube のコンテンツなどを通じていろいろな方にテンペストを知ってもらいたいので、どんどんコンテンツを拡大していきたいです。半便最年長メンバーとして成長を感じたのは誰 デビューから2年が経ちましたが、初期から一番印象が変わったメンバーを教えてください。半便、うんちゃんです。最初はすごく恥ずかしがり屋で人見知りな部分があったんですが、活動しながらどんどん成熟して大人になっていく様子を感じて、僕が一番年上のメンバーなのですごく誇らしい気持ちになります。これまでを振り返ってグループやご自身のターニングポイントとなった出来事を教えてください。 ハンビン、ターニングポイントというよりもいつの間にか変わってきたことなんですけど、今まではメンバーの中に可愛らしい部分があったんですが、話す内容にしても最近になってさらに大人っぽくなってきたんです。普段の会話からも成長した雰囲気をすごく感じます。ハンビンが悲しみを乗り越えた方法、モデルプレスの読者には今、壁にぶつかっている方もたくさんいます。そんな方々に向けて、ハンビンさんの 悲しみを乗り越えた方法を教えてください。半瓶、もともと落ち込まないタイプなんですが、もし悲しい出来事があれば、美味しいものを食べたり、前向きに考えたり、無理やりでも明るく生活していくことがポイントだと思います。半瓶の夢を叶える秘訣。最後に半瓶さんの夢を叶える秘訣を教えてください。2023年のインタビューでは、やればできると思って、その夢。 そしてどうやったら叶えられるかを考えることだけに集中していくと回答。半瓶今もあんまり変わっていないんですが、これにプラスで人生は一度きりしかないので、後悔なくやりきれるように今を一生懸命頑張ろうと思っています。貴重なお話をありがとうございました。モデルプレス。